あ、昨日電車の中でイヤホン落としちゃったんだよな。あ、いつの間にかないよ。こんにちは、商品レビュー専門です。イヤホン、通勤通学で嬉しいんだけど落としてしまう。あるんじゃないですかね。まあいつの間にかなかった。ポケットに入れたはずなのにない。ちょっと休めて首にかけたはずなのにない。まあ焦りますよね。まあ安いと言っても何千円。なくさなければ美味しい食事できましたからね。安いと言っても買い直すの痛いんですよね。まああと音。スポーティーでフィット感高いものって、音が元気いいんですよね。まあそれを受けるからそういうチューニングしたるんだけど、別にスポーツはやらないけど、通勤通学でしっかりフィットさせたい。今回、アイクレーバーから提供を受けました、このイヤホン。Bluetooth 接続。これは見た目スポーティー。それかけた時も落ちにくい。軽いかけ心地だけどフィット感は高いですね。これ私、一番ちっちゃいイヤピース使ってます。だから耳の穴には入ってるだけですね。中で突っ張ってないです。だから耳が痛くならない。でも耳かけだから落ちない。まあ引っ張られても落ちにくいですね。通勤通学の電車の中でなくなってる。そういうことないです。でもこういうイヤホンって、いかにも音がスポーツ。もうどんどんシャリシャリ。まあちょっとそれ嫌だ。もうちょっと落ち着いて聞きたい。時々クラシックとかも聞きたい。でもこのイヤホン、音は落ち着いてます。まあ、ジャンル的にはオールジャンル向け。音は保守的。ああ、だったらクラシック本格的にリスニングする。まあ、そういう分野には向かないですね。まあ、聞けるというだけで。音が同時にバンと入ると詰まった感じがする。バイオリンとか管楽器、確かに伸びるんだけど、まあ、もうちょっと頑張ってよっていう、そんな感じですね。低音、控えめだけど、あれなんかちょっとブーミーだなってところありますね。ブンブン響いちゃう。コントラバスとかティンパニーが、まあ、ちょっと奥でブーブー言ってるなって。その時表の繊細な楽器が、まあ、ちょっとこもる。まあ、それはありますね。まあ、クラシック、聴けるというだけで、メインじゃないですね。あとドラムの立ち上がり、シャープに立ち上がるんだけど、重さが乗ってないって感じですね。ポピュラー音楽、あとロック、しっかりとミキシングされたもの、そういうものは安心して聴けますね。トーク、明瞭に聞けます。だから通勤通学向け、そして保守的、おとなしい音の方が好み。時々クラシックを聞く、そういう人向けのイヤホンですね。見た目はスポーティーだけど、音はおとなしい。通勤通学で楽にフィットするイヤホンを探した人、ぜひこちらをおすすめします。商品レビュー専門の動画、今日も見てくれてありがとうございました。